皆さん、カニお好きですか？そう、あのカニです。最近いつ食べましたか？カニ。カニを食うなら手を汚せという言葉があります。カニを食べるならどうしたってきれいには食べられないんだから、マナーなんて気にせず手を汚しながら食べよう、そんな意味だそうです。おっしゃる通り、カニを優雅に食べるなんて無理なお話。ただ黙々と味わうのがカニというものです。カニを食べているとだんだん会話が減ってきて無言になってしまう。それを俗にカニ現象というそうです。なんだか可愛い響きの現象ですね。この現象を盾にすれば、食事の席で気を使って会話で間を持たせなきゃなんて心遣いは無用。カニの前では皆平等。カニ、偉大ですね。さて、ここまでカニの話をしたら食べたくなってきましたね。後でマネージャーにおねだりしておきます。さて、今日はどんなことを話そうかな。タイムウィズユー、始まります。トキ俊一ラジオ、タイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の真ん中深夜2時、同じ時間を過ごしていく番組です。梅雨入ってもうだいぶ経ちましたけど、本当にまあしょうがないんですよ、しょうがないんですけど、やっぱりこの辺りに入りますよっていう予報出たら嬉しいですよね。梅雨ってだいたい入りましたじゃないですか。それは多分ねみんなわかってるんだ。でもしょうがない、でも天気予報のね先生たちも言ってたんです、梅雨は判断が難しいんですって。だから、まあ、結局こう入ったら入りましたっていう判断しかできないそうなんですけれども、なんかもうちょっとしたらそれが何月頃に入りますから、そういうお洗濯とか早めにしておいた方がいいですよみたいなものができたら嬉しいですよね。日々進化してますから、いろんな科学技術がね、そうなったらいいななんて思いつつ、でもこれが終わったらすぐもう7月は、もう多分今年の夏はめちゃめちゃ暑いらしいですからね、気をつけていただいて、夜とかもね熱中症にならないように涼しいところでこの番組聞いていただきたいと思います。ということで始めていきましょう。トキ俊一ラジオ、タイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして、トキ俊一です。さあ、ちょっと近況トークのお時間なんですけれども、皆様、ボトルマン見てくださいました？最初の11話かな、初登場は最後の数秒で次回予告だけなんですけれども、早くも結構もうキャラが濃いっていう風にいろいろなところから言われております。私ボトルマンでアスエ・ローランドというキャラクターをやらせていただきまして、もうこの後しっかりたくさん出てきますので、皆様ちょっと楽しみにしていただきたいななんて思います。あ、それに関するお便りも来ているようなのでご紹介をさせていただきます。ラジオネームみほさんよりいただきました。トキ君こんばんは。こんばんはです。キャップ革命ボトルマン DX、 ボトルマンデラックスへのご出演本当におめでとうございます。トキ君のツイートが気になってアニメを見てみたら、オープニングのキャスト一覧にお名前があり、それを見ただけでとても嬉しくなってめっちゃテンションが上がりました。ローランド君の喋り方は少し背筋がゾクッとしました。今後ローランド君が物語にどう関わっていくのかとても楽しみにしています。トキ君が前から好きだと言っている作品に出演できたことも、ものすごく嬉しいです。最近は特に夢が叶ったというお言葉を聞けて本当に嬉しいですし、とても幸せです。
今後もたくさん夢を叶えていかれますよう願いつつ、微力ながら応援させていただきますね。微力なんかじゃないですよ。お便りもいつも送ってくださってありがとうございます。キャップ革命ボトルマンデラックス DX の、アニメに僕はアスエ・ローランド君というキャラクターで出演をさせていただくんですけれども、はい、カニ座の、ボトルマンを僕は扱うんですよ。あのアースローラーっていうね、アースローラー DX っていうボトルマンを使わせていただくんですけれども、まあ、やっぱりね、僕はデュエルマスターズっていうので、天王寺ハイド君っていうので、まあ、デュエマをやっている時にハイド君のデッキが出たんです。でハイド君のデッキが出て、僕はもう子供の頃からやっていたその作品にね、出させてもらって、僕のキャラクター専用のカードがこう出て、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、その後、まあ、オーディションだったんですけどね、ボトルマンも。で、決まりましたっつって、専用のボトルマン出ますってなった時、まあ嬉しくて、僕やっぱその世代として、ビーダマンっていうね、昔、今はこうボトルのキャップを飛ばすやつなんですけれども、それと前その似たようなもので、ビーダマンっていう、ビー玉を飛ばすおもちゃが僕の時代からずっと何世代もわたってあったんです。僕それ大好きで、まあ、ベイブレードとかもそうですけど、一緒にめっちゃ遊んでいたんですよ。でその方も、まあ、そのボトルマンのデザインっていうものに結構関わっていたりもして、先日はそのビーダマンのデザインのボトルマンっていうのも出てたりしたんです。で僕も当然それ集めてたんですけど、いや満を持してそうやってボトルマンに出させてもらって、でしかもね、またニッチな話なんですけど、僕ね、アセロラっていうものと結構絡んでるんですね。だから見た目もこう、そのアースローラは赤いんですけど、僕ねアセロラドリンク大好きだったんです。日霊さんのいろんなこう味もちょっとずつ変わってるんですけど、ちょっと酸っぱい味がね昔から大好きで、まさかね、そうなんですよ、モチーフのアスエ・ローランド君になるとは思ってなくて、もう全力でしかもキャラ演じております。あとそうですね、台本、まあだからもうここから定期的にローランド君出てくるんですけど、ちょいちょいセリフを変えてます。でも監督も別の作品でもお世話になった監督なんですけど、その監督もそういうキャラだから、とりあえずやってみろと、はいっつってやって、ダメだったら戻してもらうんですけど、またそういう感じで楽しくやらせていただいております。そしてね、アニメもね、アニメーション監督を網野哲郎さんという方がやってらっしゃるんですよ。もう網野哲郎さんはね、もう僕はもう爆走兄弟レサンドゴーのね、アニメーション監督でもあるんですよ。もうその方の作品に、しかも子供のおもちゃの作品で出させてもらって、もうこんなにも光栄なことはあるだろうかって本当に嬉しく思っております。アニメもね、1話15分っていう結構すごく見やすい尺になっているので、皆様ぜひ、ボトルマン見ていただいて、意外とちょっと恥ずかしいかもしれないけど、友人とやってみるとめちゃめちゃ面白いですので、やっていただきたいなと思います。はい、熱く語らせていただきました。またボトルマンよろしくお願いいたします。さあ続いていきましょう。ラジオネームキイチゴさんからのお便りです。トキさん、こんばんは。こんばんは。6月11日の神トキファンイベント、配信にて両部とも参加させていただきました。普段見ることのできない声優の皆さんが演技プランを練る姿や実際の技を間近で感じることができ、あっという間に時間が過ぎていきました。私が特に印象に残っているのは第2部プラスワンコーナーの剣道部の先輩と後輩のお話で、一つの文章でも人によってこんなに捉え方に違いがあり、またお話のトーンの間や取り方も変わってくるのだなと圧巻でした。もう一つ続けて読ませていただきますね。ラジオネームみさきさんからのお便りです。ときくん、こんばんは。こんばんは。
先日の神時ファンイベント第1部に参加しました。神時初めてのイベントが大阪開催で、大阪まで来てくれて感謝しかないです。ありがとうございます。こちらこそですよ。コーナーのプラスワンでは、時くんの素敵な発想で、ああこういう考え方もあるんだと思いました。寺島純太さんの泳いでた話、すごく面白くてお腹がちぎれそうになるくらいに笑いました。また大阪来てくださいね。うん、ありがとうございます。神時、神尾さんと僕がやらせていただいてて、偶数月が僕がやらせていただきまして、奇数月は神尾さんと駒ちゃん、駒田さんがやっている生放送のイベントが先日、大阪で初イベントなんですけれどもね、やらせていただきました。来てくださった方と、見てくださった方、ありがとうございます。本当にこうその場で原稿を渡されて、でその場で原稿でこれができるんじゃないか、あれができるんじゃないかっていうのを練って、で最初にやった人たちが、ああこうやってるんだ、じゃあこうやってみようかなって、いろんなことをこうその場でやるんですけども、そうですね、僕はなんか例えば、A っていうパターンのもので練ってたら、じゃあそれを前の人たちがやったら自分は B でやろうかなっていう時もあるし、そうですね、こうイベントならではの考え方っていうのもあると思います。っていうか、そういうコンテンツ、同じものをやるっていうのも楽しいですし、あ、もしかしたらこういう解釈でもできるかもなって言って僕は考えることがあれでは多いんですよ。でもあえてそれにかぶせていくっていうやり方も当然あるとは思ってて、いろんな考え方が文章からはこう読み解けるんじゃないかなって思うし、僕は毎回全ての現場でそういう風になんか、じゃあ王道の考え方じゃない考え方をしようっていう風に思っているわけではないんです。だけど、とある先輩がね言ってたんですけど、オーディションテープっていうね、オーディションをするときにまず先方さんにそのこう課題になっている文章があって、でそれをまあ事務所であったり、そのそれぞれが収録したのをそのアニメーションのスタッフの方たちに送って、でその決まったりとか最終的なオーディションに呼ばれたりっていうのがあるんですけど、小林雄介さんにね、とある話、その話をしたときに、一回自分の中で、あ、こういうキャラだろうなってそのキャラを形作ったやつじゃやらないようにしてる時があるって言ってたんです。それってどういうこう感覚になりますって、じゃあ瞬発的にこういうキャラだなってふって練った時にできるもの、これもまあ正解だと思うんだけど、一回それじゃないやつをやってみて、あ、こういうこともできるな、じゃあ改めてこっちってどうだろうっていう風にこうそのキャラを改めて考えることができる、いろんなパターンの役をそのキャラをやった上でこうやってみると、あ、最初にやったこれとはちょっと違う考えになれたっていう風に変わる時もあったりするんですって。そういう考え方をゆうすけさんから教わってから、まあある種例えば王道から外れることを木をてらうっていう言葉でもあるじゃないですか。でもそれが毎回正しいわけじゃ僕もないと思うんですみたいな、でもこっちをやってみるって別の答えを探るっていうことがに慣れてくると、その王道のなんて言うんだろう、解像度っていうんですかね、そういうのが上がるんじゃないかっていうふうになんか先輩たちからも教わって思って、そういうふうに例えば神時のイベントとか、そういうなんかみんなに見てもらうって時は、あ、こういう考え方もできるかもっていうのをみんなにもこうなんか見てもらいたいなっていうものも含めて、あえてこう前のチームとは別のやり方をやる時もあるんですよね。でもそういうのをこうなんかリアルタイムに考えられる、その時間の中で考えるって本当になんか頭使うし、あの日のね夜はめちゃめちゃお酒が美味しかったです。みんなにね、ちょっとこうぜひちょっと次機会があったら、その声優さんたちが、役者さんたちがもう自分のターンじゃない時に他の方の役者のお芝居聞きながらずっと考えてるっていう、その場所、その配信じゃなくてその場での空気感ってすごいね、
多分その場でしか感じられないなっていうものがすごいこの間のイベントで僕も感じたんです。なのでもし何か機会がありましたら、また次イベントとかがあったら、ぜひぜひちょっと会場に来ていただきたいなって思ってます。多分ね、あの紙解きじゃないと感じれない空気感が、あるなってこの間確信したので、また機会がありましたらぜひぜひ、ご一行ください。よろしくお願いいたします。はい、お便りたくさんありがとうございました。この番組では引き続き、メッセージお待ちしております。宛先は time@joqr.net までお願いいたします。続いてはこちらのコーナーです。時選びます。このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられた二択の質問に、僕ならどちらがいいか選んでお答えしていくというコーナーです。さあ今週も、二択の質問に答えてまいります。1つ目です。ラジオネーム海の月さんからいただきましたお便り。トキさんが革製品で作ってみたいのは、 A 靴やバッグなどの大きなもの、 B 財布やキーケースなどの小物。以前革製品がお好きとおっしゃっていたので気になりました。これ悩むね。もう今ずっとね、オーダーメイドの革製品屋さんをずっと見てる。マジでピンポイント今ね。そうなんですよ。もういろんな、今お財布も革製品ですけど、バッグも革製品、そうですね、革製品多いな俺、なんですけれども、そうですね、どっち、いやーでも悩むな。でも今じゃあ一番作りたいというか自分で作りたいものを、はい、選びますね。時選びます。A 靴やバッグなどの大きなもの。はい、今僕が一番自分のこの形の革のバッグが、この自分の好きな色の色で、自分の好きな大きさで、自分の好きなデザインで作りたいなってずっと探しているのは革のトートバッグなんですよね。トートバッグっていろいろあるんですけど、いろんな、こうなんて言うんでしょうね、バッグのデザインあるじゃないですか。こう長方形の横長のものでだったりとか、こうリュックだったりとか、いろんなバッグあるんですけど、今僕が一番欲しいデザインのやつはトートバッグなんですね。でトートバッグでこう、手に、手提げにもできるし、サイドにこうチェーンというか、ワンショルダー、ショルダーという斜め掛けできる紐が付けられるやつがちょんちょんってついてて、革はちょっとこう紺色、その外デザインは紺色で、裏地はちょっとこう物が傷つかないようにこうナイロンというか、普通の生地か、もしくはパイル生地になってて、でiPad とかが入る隙間があってっていう、そういうのを100デザインできるとこないかなってずっと調べてるのがトートバッグなんですよ。なのでA って選びましたけど、スマホのケースも昔ねあったんですけど、革でこうカバーされてて、ここにこう自分の好きな文字を印刷できるっていう、革の特注のこうスマホカバー屋さんがとある駅 のところにあったんです。僕それで iPhone X の時はそこで紺色のスマホカバー、革のスマホカバーにして、でその表面のところにタイムウィズっていう印字をしてもらって使ってたんです。なんですけど、このシエラブルーのこのスマホに変えて、でそこを見たんですけど、このシエラブルーに合う革の色がなくて、今それを使ってないんですよ。その色が出たらそこでまたタイムウィズっていう風に
こう印字してもらおうと思うんですけど、このシエラブルーにぴったりの革の色のスマホケースを特注で作りたいと思う。なかなかねです。でそうなんです。別にそうじゃあ他のでっていう風なものをよりはそういうのを探しきるまで待とう。出すお金を出すところは出すけど節約するところは節約しようっていうタイプの人間なので、そういうのもし皆様ありましたらお便りで送ってきていただけたらなって思いますね。そうですね、工房に行かなきゃ、やってみ俺ね、そうなんですよね。いや僕ね工房がめちゃめちゃ好きで、 YouTube でいろんなプロのアーティストさんとかプロのスポーツ選手の方たちが自分専用のグローブだったりバットだったり、押尾幸太郎さんっていうギタリストさんがいるんですけど、その方がとあるギターの制作の工房に行って自分専用のギターを特注して、木の素材から形からネックの素材から全部を特注して作るっていうのあるんですけど、僕何度も見ちゃうんですよね。自分だけのっていいなーって、いくらかかるんだろうなーって毎回見て思うんですけど、いつかそれをやるのが夢でございます。トートバッグもそんな感じです。はい、さあ、そうですね、本当1問で終わってしまいました。ありがとうございます。こんな感じで僕に聞いてみたい二択の質問お待ちしております。以上、時選びますでした。特注って言葉って本当に素敵ですよね。自分だけの、正真正銘自分だけのものって、僕は例えばおもちゃとかね、塗装をするっていうのが好きじゃないですか。それはもう自分だけのそのものにできるからっていうのでそういうことをやるんですけど、それのゴールがやっぱりそういう工房に行って特注で作ってもらうだと思うんですよ。で、僕が本当にこう最終的にゴールだなって思ってるのは、そうですね、もう革のバッグと、デニムも僕大好きなんですけど、そのデニムのバッグを2つ特注で作るっていうのが僕のゴールかな。エドウィンさんとかね、日本にもデニムを作る岡山デニムっていうね有名なところがあるんですけど、そこで理想のバッグを作ってもらうのが僕の理想。それになるために一生懸命頑張ります。皆様応援を何卒よろしくお願いいたします。ということでお送りしてまいりました、時俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろお別れの時間でございます。今夜もありがとうございました。この後はごゆっくりお休みください。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8002 文化放送時俊一ラジオタイムウィズユーまで。メールの場合すべて小文字で time@joqr.net まで。タイムの綴りは time です。この番組は YouTube 時俊一オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは番組ツイッターのお知らせをご確認ください。そして僕時俊一からのお知らせです。僕のファーストフルアルバムグッドフォーが発売中です。ぜひチェックよろしくお願いいたします。またリリースイベントの開催も決定しております。7月17日日曜日はウィズライブでのオンライン個別トーク会、7月の24日日曜日は久々のリアルでの個別トーク会となります。こちらは6月の26日日曜日までのご応募となりますので、ご応募逃しのないようお気をつけください。さらにアルバムには10月2日に開催が決定しているスペシャルライブの優先販売申し込み券も封入されていますので、こちらもふるってご応募をお願いいたします。詳しくは時俊一公式サイト、ツイッターをチェックしてください。いや今日もたくさんお話をさせていただきました。もう次回で、
なんと6月が最後の回、もう次の回からは下半期でございます。もうあっという間ですね。皆様のおかげで、いっぱいお話をさせていただきました。よろしければ皆様もこれは私だけのオリジナルデザインっていうものがありましたらお便りで送ってきてください。皆様のとっておき紹介してくださいね。それではお別れの時間です。この時間のお相手は時俊一でした。来週も僕と同じ時間を過ごしましょうね。バイバイ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。